おはようございます。おはようございます、今日はフェスに向けて五葉松のこれぐらいの大きさの見解というかそういうようなものを何本か仕入れたんですね。はい、その中の一本をちょっと今回はまたフェスに向けて売り物になるように針金掛けをしていきたいなと思います。大きさがちょうどいい大きさなので、皆さんも手に取りやすいような木だと思うんですけど、割ともう肌もすごくきてて古い木になるので、だいたいもうどれぐらいでしょうね、3、40年ぐらい経っているような木じゃないですか。なるほど。なのでこういう木を針金をかけてかっこよくしていければなと思います。この木の特徴を見ていきたいと思うんですけど、これはどっちかっていうともう吹き流しに近いような感じですかね。思いっきりここからぐわーっと左手に向かってこう風がなびいてるような雰囲気ですよね。はい、あ、一応五葉松ですこれ。はい、はい、大事なことを忘れてました。五葉松です。今日のこの作業としてはやっぱりこの樹形を生かして吹き流しで作っていくっていうのなので、この長いのはこうで頭で、ね、裏枝でみたいな、そういう感じで作っていければなと思います。似たような木を持ってきてみましょうか。はい、古さは全然違うんですけど、はい、これも吹き流しですね。うんうん、ここで思いっきりグーッと右になびいてるような木になります。まあ、今ちょっと古っ葉が出てきて色があんまり良くないですけど、これはもう僕はこういう木は好きなので、うん、なんか独創的というか、そうあんまりないですよね。あんまないねこれ。大体こういう木だともうこれぐらいちっちゃく作っちゃうっていうのがほとんどなんですけど、わざわざこれを伸ばしてるっていうのは僕はあよく残したなっていう思うので、逆にこういうのは生かしてあげた方がいいですよね。株立ちみたいになってるのか。まあそういうに近いですかね。うん、株立ち本当に株立ちみたいな感じ、ね、このぐらいにはならないですけど、うん、まあ、こういうイメージでやっていければ、はい、まあ、吹き流しの雰囲気が出てくるかなと思うので、はい、やっていきたいと思います。お願いします。はい、でまず正面決めましょう。はい、どっちが正面がいいかなって思った時に一番先端にある枝っていうのはこの枝になるんですね。一番上にある枝ですね。はい、なのでまあセオリーとしてはこれが一番頭にふさわしい枝になります。うん、その先にこの下から出てる、まあ、本当に長い差し枝のような利き枝があるわけなので、まあ、この上に頭が来てでこれが裏に来て、うん、そういう感じで、まあ、主要な枝っていうのは3本なのかなっていうふうに思いますね。普通はなんか足元見てこう決めたりするんじゃないですか。そうですね、まあ、ただこの木の場合は、まあ、足元もこっちがもういいっていうのは間違いないので、うん、これで作っていけばいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。何でしょう、ここはお腹がへこんでるというか、うん、奥に行って手前に来てる。それが逆だった時はどうするの。こっちが正面がいいなと思ってたんだけど、うん、枝が例えばこの逆転だとしてた。ああ。まあ、それはでも作りようですよね。変なし、これを頭でも作れるわけなんです。まあ、そうか。見方によれば、はい、これが裏ですっていうふうに言っちゃえばいいの。ただまあ、こっちの方がいいのかな。で、あと角度についてなんですけど、角度は今のこの角度よりかは若干これぐらい寝かして、角度もこれぐらい、はい、ちょっと後ろに行くような感じですかね。うんうん、にしてあげると、まあ、この頭とこの幹の動きの関係でして、ではそれが一番いいんじゃないかな。うん、裏枝も低くなるし、はい、でまあ、五葉松だともう本当に夏場の植え替えっていうのが一個あるんですよ。できるってこと、うん、あの8月まあ本当に暑い日に植え替えをするっていうのが、うん、まあ、うちの先代からのやり方としてあるので、まあ、最終的にはちょっとこれだもうこんな感じなんで、うん、これで売るわけにはいかないので、はい、植え替えをして、まあ、商品にしていき、まあ、いきたいと思います。お願いします。はい、じゃまずちょっと古っ葉取りましょう。はい、去年の葉っぱをもう取ってしまって今年の葉っぱだけにします。あんまり一気に抜くと危ないんでした。この粘り気というかひっつき具合ですよね。それがいっぱいいっぱいくっついてると、でもあんま取らない方がいいなこれ。いっぱいいっぱい何取らない方がいいかもしれない。プルッパー、まあ、樹勢がそうね、色があんまり薄いんですよね、ちょっとね。最後黄色いやつだけ取ってあげればいいです。はい、
じゃあ早速に作っていきましょう、はい、こんな感じかな。まず下枝からかけていきますね、はい、枝同士でかけちゃおうかなと思うので、うん、こう見た時にですね、この幹にはかけずに枝はこれとこれをかけます、はい、これとこれ、うん、上はこれとこれ、はい、下はこれとこれでかけるように、はい、やっていきます。まあ、 この木どちらもですね、枝は下に下げたいので、はい、かけるときは上からこうかけていきます。枝元の上に、そう、うん、上に見えるように、はい、で上に上げたいときは逆に下からこうやって持ち上げるんです。はい、じゃあ針金かけていきます、はい、上からかけます。根元際に一回転まずしてあげるとしっかり針金が効くようになります。で一回転ぐらいしたら今度は反対側をやってあげると動かないでかけられます。この吹き流しって樹形は、はい、まあ、割と自然の情景を思い浮かべやすいということで、私はすごい好きな樹形ですね。当然でも好きな人は多いような樹形になるんですけど、その中でもこういう、なんでしょうね、五葉松で崖を想像できるっていうのはあんまりないんですけど、ただ昔から、なんでしょう、うちには多かったなっていうような印象ですね。当然では吹き流しの樹形が多い、うん、吹き流しの、まあ県外なんですけど、さーっとこう長いようなやつは多かったですね。ちょっと風の強いところで、まあ、本当に長年の間風にさらされてこう枝がなびいて、でそれが形が定着したみたいな、そういうのが思い浮かびやすい。ちょっとなんか優しい印象もある。そう、あそこがいいんですよね。で一個ちょっと考えなきゃいけないことがあって、この頭のところなんですけど、短い枝と長い枝が一緒に入ってるんですね。目がない、目がない葉っぱ、枝ですね。普段もう切っちゃう、切っちゃうってなると、もう完全に長い枝になったわけですね。ここが、ここからぐーっとここまで何もないっていう気になってるんで、これをどうしようかって考えて、まあ、頭っていうのは短くしたいので、なるべく短いやつに収めたいんですけど、ちょっと寂しくなっちゃうかなっていうのがあるんで、この辺がね、この辺があんま分かんない、動かすとこの辺が開いちゃうんです。間はこれを切ると、うん、これそうそう、とりあえず一回これは生かしたまま、うん、こっち持ってきます、うん、ほうほう、枝を、ほう、で頭はこっちに振ります。ほう、そうするとこれが解消されるんじゃないかなとは思うんですが、ちょっとやってみないと分かんない。ちょっと僕あんまり理解できてないです。頭をちっちゃくしたいというのは、はい、まずあります、はい、どんな木でもそうです、はい、この木の特徴というかで言うと、まず下枝のところ、うん、ここがこの先まで何もないんです。間延びして上の枝を見てみると、長いところと短いところがあります、はい、この何もないところをカバーするには、うん、長い枝をこっちに持ってきて、そのスペースを埋めるっていうやり方があるんですね、はい、でこの木がそうしたらいいと僕今のところ思ってるので、うん、一回これは切らずにこっちに持ってきて作ります。なるほど。ただ、まあ、バランスとしていらなかったら切っちゃうかもしれないし、要は頭になるのはこの2本ってことですね、うん、この短い2本だけで頭にします、はい、これは裏に持ってってここをカバーするような枝にします。なるほど。だから頭はこうやって前に持ってくるような感じで作っていくっていうことですね。喋れた、うん、伝わったなかなかでも細かいテクニック、うん、売り物ですので、うん、なるべくはボリュームつけて、なるほど、置きたいっていうのが一個の趣旨ですね。まあ、まずは、下枝からもう針金かけていきます、はい、もうできれば枝は落とさないで作っていきたいので、はい、できる限り枝は針金かけてやっていきます、はいはい、じゃあ細かいのかけていきます。でこう針金かける時も、うん、この枝はどこに持っていった方がいいかなとか、そういうのを考えながらやってあげるとぐにゃぐにゃ動かさずに効率よくできると思いますね。
な感じですかね。下の枝に針金かけ、針金かけました。その上にカバーするようにちょっと上の枝をかけてやっていきたいなっていうふうに思います。うん、これはさ、はい、どこに置く？ちょっと迷ってるんだけど、うん、ここら辺でこうでいいかなと思って。あ、裏枝にかぶせる。うん、か、こう、これ次第。これをどうするか。うん、まあ、ちょっと隙間埋める程度で。あまりぐねぐねするとおかしいんで、はい、今ない場所に持っていくような感じ。承知しました。あんまりね、こう心拍じゃないので、うん、ぐねぐねっていうふうには僕は作りたくないですね。木がそもそもそんなに動いて、うん、ぐるんぐるんになっていくじゃないので、うん、優しくさーって流れてる方が吹き流しの雰囲気が出るかなと思います。うん、こう来た時に、さっきのこれを残してた時に、うん、これと被りそうなんで、はい、切っちゃおうかな。いらない。こいつ。おで、これが筒に頭になれば空間できて、まあ、この枝も強調できるかもしれない。なるほど。切っちゃいます。切っちゃうという選択。はい。勇気ある。決断。撤退。撤退。その残った2本で頭。そう、頭にします。あ、で、後ろのやつちょっと乗っけてくるんだ。この方が多分スッキリする。なるほど。だから構想と違っちゃったけど、構想と違っちゃったの？構想と変わっちゃいました。この感じで作っちゃうし、ね、まあ、こんな感じか。でも言ってた通りじゃない？言った通り。いいじゃない。こう流れて、うん、これがしっかり効くような配置にしましたんで、このまま楽しんでいただけるような気になったんじゃないかなと思います。うん、はい、違いますね。盆栽って感じ。もうちょっと。と枝減らしてもいいかもね。ここがね、うん、ここはちょっと大きいかも。そうそう、あ、おいおいという感じ。買った人がやってくれる。じゃあ植え替え、植え替えやっていきましょうか。はい、ちょっとこれちっちゃいと思うんで、うん、少し大きいやつに入れましょう。はい、これはフェス用に鉢を仕入れてきたんですよ。うん、なかなかね、デー鉢も少ないですから今。これはもんかな、これ。はい、芝勝なんで、まあちょっとはいいです。すごい、網が内側に入ってます。この葉が薄いのは植え替えしてないからですか？まあ、あると思いますね、やっぱり、うん、栄養不足だ。夏に植え替えって思う人もいると思うんですけど、御用の場合は、夏に植え替えすることができるという、先代の時からうちではやってるんですけど。御用だけ？まあ御用ですかね、一番は。っていうのはどっちかというとこれ高山系の植物なんで、うん、夏の暑い日になると一時的に、まあ、休眠というか、うん、活動が低下するんですよね。でそういう時に、まあ、春と同じように、うん、まあ、やってあげることができるっていう考え方ですね。なるほど。で根も割とさばいてあげても大丈夫ではあるんですよね。春に比べると、まあ、なんとなくもう葉がもう落ち着いてるんですよ、今年の葉っぱが、うん、だからそういう芽の中で枝の中でとか強弱があんまりもうないし、天候もあんまり変化がないんですよ。春だと寒い日があったりとか、うん、暑い日があったりとか、同じ時期だけど気温寒暖差が10度以上あったりとか、うん、っていう日が続くんですけど、こういう夏場の暑い日だと大体もう30度は越してくるような日が安定して続くんですね。ってなると木の方もあんまりストレスがかからなくて、あとは鉢の温度が温まりやすいんで、うん、根っこも動きやすいですね。こんな切っちゃって大丈夫なんだ。全然大丈夫。こういう時期の植え替えとかすると絶対来ますもんね。植え替えできるんですか？うん、まあ御用ですかね、うん、植え替えに関しては。ただ日陰には置かない方がいいかもしれない。あ、そう。うん、その御用とかに関しては、うん、しっかり、なんでしょうね、寒冷車ぐらいの下だったらいいと思うんだけど、一番日陰に置いちゃいそうだけど、日陰だと
ね、熱が温まらないですよね。温めた方がいいんだ。温めた方がいい。根っこを出すために。五葉松は？五葉。発根させたい。ただそれって先代の時と天候が違うんですよ、ね、全然。だから僕は寒冷舎の下が一番ぐらいじゃないかなと思います。ガンガン照りっていうかは。なるほど、うん、ただ日陰ではないという、うん、結構いい。相当植え替えしたかったです ね。変なし黒いのは動いてないですかね、これ。そうね、まあ、切っても切らなくてもって話ですよ、本来。御用は夏しか植え替えないってところもあるみたいですけど。あ、そうですか。重要なのは水なんですよ、うん、結局。なるほど。だから一般の家かお宅だとそれができるかって言うと、まあそうじゃないと思うので、うん、ちゃんと乾きを見て水やりができるかっていう、うん、そう。だから無難は春だと思うんですけどね、うん、で若干白いのも出てきたんで、ちょっと内側の長いやつは切って。何年ぐらい植え替えてなかったの？結構だよ。5年以上は植え替えてないんじゃん。5年以上。上の方も水が抜けるように軽くほどく感じ、うん、まあ、切るわけじゃないんですけど、うん、ちょっと水が入っていけるように古い土を落としながら。同じかな。あー、なんかいいっすね。浅くなって引き流しの雰囲気は、うん、丸でもいいかなと思ったけど、うん、丸の方が無難っていう考えもあるんですけど、うん、ちゃんとちょっと作ったんで。そうですね、かっちりは。ちょっとかっちりしたいなっていう。これはこれでいいですね、成功も。しっかりね、水やりっていうのは必要になってくるんで、こういう状態だと本当に乾きやすいんですよ。水ゴケちょっと張って終わりにしたいなと思います。水ゴケ張る張らないも人によるんですけどね、うん、乾かした方がいいって人もいるんだけど、でも第一には最初はやっぱ落ち着くまでは水は必要なんで、ある程度になってからまた乾かし気味にしてあげるって、落ち着くまでは水はしっかりあげた方がいいと思います。植え替え直後は土が乾きやすいと、うん、ちゃんと落ち着いたら乾かし気味にすればいいって思うんですよね、うん、あと土もまだ硬いから水も通りやすいとか。そうそう、そんなあるかな。光あるところで見ると茶色っぽいんだ。青かなと思って日陰で見たら薄い焦げ茶みたいな。それ腕ですよね。腕っていうんだ。近い色は古そうだね、なんかね、まあ、全然和鉢なんで時代が乗ってる風に。すごい水量コントロールしてる、水量はただね。完成。はい、こんな感じで、まあ、どっちかというと吹き流しのような木ですかね、はい。もう少し雰囲気作るんであればね、もう少し棚っていうのをしっかり意識して、まあ、今全体一緒になっちゃってるところあるんですけど、まあ、葉っぱを少なくしてあげても雰囲気は出てくるのかなと思います、ね。うん、この木なんか見ても、はい、今は何も手をかけないんであれですけど、まあ、枝としては全部独立してるような感じがあるんですよ。ここはほこんで、うん、ここはほこんで。うん、そういうのも雰囲気で作ってあげていければ、はい、より景色が出てくるかなと思いますけど、うんうん、こんな感じで管理を楽しんでいただいて、ゆくゆくまたここは枝ごとにこうやっていってあげると、また吹き流しの景色が出た雰囲気になると思うので楽しんでください。もう最初の状態だったらね、あんまりかな、あんまりな木かなって思うけど、やっぱこうやって作るといいですね。なんかさらにこっからこうしたい方がいいんじゃないとか、うん、また出てくる感じ、うん、わざと残してる枝とかもあるので、そういうのはまたゆくゆく落としていってもらえると楽しくなるのかなと思いますね。なるほど。まあ、上と下のバランスで言うと
少し下が大きいのかなと思うし、こういうのが、うん、まあ、吹き流しじゃなくて県外のやつも結構あるので、うん、まあ、見てみますか。何商品、吹き流し一回見る、流し見ましょうか。これ？これはあんま分かんないね。すごいね、でも。何にも手かけてないけど。うん、ね、頭はこれで、ね、まあ、なんかの機械でと思ってずっといるんですけど、大事な時とかにできれば。ね、イベントじゃでも終わんないね、これ。まあ、すごいね、こんな長いんだ。分かるのか。透明？これほぼ一緒の木だもんね、このシルエットは。これ全部一緒です。面白そう、でも作ったら。こっから枝が出てる。これだけがね、短いけど。さっきの木みたいな感じだ。そうそう。まあ、こういうのもあると。同じようなものだと、こういう。これなんか県外で作ってあげれば。これ値上がり。まあ、角度これぐらいにして、これを強調させてあげた方がいいと思うんで。はい、まあ、こういうの頭に作ってあげれば、うん、これをしっかりね落としてやってあげれば面白いかなと思うし、同じ容量で使えます、はい、こういうのもちょっと葉っぱは伸びてますけど、でも枝の出としてはいいところから生えてるんで、うん、でも圏外にして、これは圏外ですね。こう下に出てるやつ、こいつをどうするかと。これ生かすって手もあるし、この中間を抜いてこれを生かすっていう手と、逆にこれを抜いてこれを生かすっていう、うんうん、いろいろ考えることが多い木で、うん、まあ、一応これもあるか、このぐらいにすれば、まあ、模様木にならなくはないかな、うん、こういったものがあります。そんな木が買えるイベントはいつやるんですか。9月の16、17、18、土日月ですね。土日月、はい、3連休でやりますので、ぜひ皆さん、お暑いですけどお越しいただければ嬉しいなというふうに思います、はい、最後に、この動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。海外の視聴者の方、 Please subscribe and thumbs up、 よろしくお願いします。 Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.